第55回 NHK 紅白歌合戦は2004年12月31日に NHK ホールで行われた通算55回目の NHK 紅白歌合戦。19時30分21時20分及び21時30分23時45分に NHK で生放送された。小野、堀尾は初司会。安倍は4年連続の白組司会。司会発表後。 現代、ネットが、当初赤組司会はここ3年間の担当者である、宇堂由美子が続投する予定だったが、この年起こった NHK の不祥事により、当時 NHK 会長の海老沢勝次の肝入りだった、宇堂の起用案が流れ、宇堂の後輩である小野に変更となったと報じた。堀尾は、この以前、第51回で、白組司会の候補に上がっていたとされる。総合司会について、 選ばれたのは、この年にオリンピックキャスターをやったのが大きかったと語っている。エビサワによる NHK 職を強めたいとの強い意向により、第52回から続いていた NHK アナウンサーのみの司会体制は、翌年エビサワが会長職を辞任したことで、結果的に今回が最後となった。安倍の連続司会が今回までとなったことをはじめ、小野と、 ホリオも翌年司会担当を降りている。小野と安倍は後に総合司会として司会復帰しているが、ホリオは2008年度末で NHK を退職したことで結果的に今回一度限りとなっている。NHK 番組制作局長が務めていた審査委員長は今回で撤廃となった。NHK の不祥事に絡んで出場者選考の透明性が求められたため、 紅白に出てほしい歌手のアンケート結果を久々に公表するなど新しい試みを取り入れた。この年デビュー50周年を迎えた島倉千代子はアンケートで上位にランクインしたことから第47回以来8年ぶりの復帰となり赤組歌手史上初の35回出場を達成した。今回の島倉は当時赤組歌手の最年長出場記録となっていた。 今回の出場について50年歌手活動を続けてきて良かったと思ったという。島倉はこれが生涯最後の出場となった。上位にランクされた歌手のうち出場を辞退したのは宇多田ヒカル、柴崎幸、松田聖子、スマップ、サザンオールスターズ、ミスター・チルドレン。なお、ミスター・チルドレンは裏番組第46回日本レコード大賞に生出演し、 大賞を受賞している。続いて、翌年の第56回では、スキウタ紅白みんなでアンケートが実施された。スマップの事態について、視聴者から NHK に問い合わせが殺到した。同メンバーの草薙強は、ファンの方や、寂しく思ってくれる方に申し訳ない。来年は、スマップの新しい音楽活動を見せたいと陳謝。紅白なしの大晦日については、メンバーで、 鍋パーティーをしたいと述べた。なお、番組側はスマップにギリギリのタイミングまで出演交渉を行ったという。また、スマップが辞退したため、ジャニーズ事務所からの出場は時をのみとなった。アムロナミエ、谷村新司は辞退した。ハロー。プロジェクトのユニット5、浦夏美が初出場する予定であったが、メンバーである。 安倍夏美が自作の死の盗作問題により出場を辞退したため、後藤真希松浦彩として出場するという事態になった。初出場の騎士団はメンバーの星グランマニエが転落事故による療養中だったことで5人での参加となった。星のいるはずだった位置にはギターを弾いている星を模したマネキン人形が置かれた。デビュー15周年を迎えたドリームズカムトゥルーが 第48回以来7年ぶりに紅白に復帰。中村光子は第53回以来2年ぶり出場。それまで各年出場だったポルノグラフィティが今回から第65回まで毎年出場した。出場歌手発表前、週刊誌でミーシャ、タッキー翼の出場が取り沙汰されたものの実現せず、滝沢は特別審査員として出演した。また、 この年下記の連続テレビ小説、若葉の主題歌、泣いたりしないでを担当した福山雅春の出場も実現しなかった。この年、片道ギップがヒットした北山武氏は不選出となったが、翌年の第56回で初出場を果たした。4年連続出場のガクと、3年連続出場の平井健、2年連続出場のエグザイル、 ゆずは翌年いずれも出場を辞退したため、今回で連続出場が途絶える。ガクト、ヒライ、エグザイルは第58回、ゆずは第60回で再出場を果たしている。同じく今回帰り咲き出場をした中村光子も翌年と第57回は不出場となったが、第58回で復帰した。初出場以来8年間で、 連続出場をしていたエブリーリトルシングや帰り咲き出場以来5年連続出場をしていた山本ジョージは今回が最後の出場となっている。本紅白は関東地区における視聴率が史上初めて40%を割った。さらに仙台地区では30%も割った史上最低平均視聴率を記録。なお、 本紅白放送からわずか1ヶ月後の2005年1月25日に、エビサワは NHK 会長を辞任した。一方、過去2年間は民放番組に奪われていた年間視聴率1位の座を奪還した。また、裏番組の視聴率は、K1 プレミアム2004ダイナマイトの20.1%が最高だった。スポーツ日本、2004年12月28日。 週刊文春2005年1月13日号、小林幸子同派で小封印で紅白を取り、週刊文春2005年1月13日号を第58回、第63回、第65回、第66回、第68回も同様。なお、第57回、第64回、第67回は、ボール審査を採用。第67回では、今回同様。 視聴者病を覆しての赤組優勝という事例が発生している。また、翌年から第61回まで白組が6連勝となったが視聴者投票で白組出場歌手のファンによる白組への組織的な投票が行われており、それが白組優勝の一因となっているとの指摘があった。NHK アナ最大の名誉。 紅白の総合司会はどう決まるのか2020年8月21日閲覧。翌年の司会は、ミノモンタ、ヤマを仲間行きへ山本モトに交代。前者は第59回、後者は第60回第62回。愛やらは、一っ往来、涙が止まらない。放課後、ロボキスのメドレー、ママが、サンタにキスをした、風も雪も友達だ。 奇跡の香りダンス。手を握って歩きたい。お正月のメドレー小林は、二回取りを務めたが、二回とも、雪椿を歌唱している。スポーツ日本、2004年10月30日、スポーツ日本、2004年10月31日、島倉や、これが私の遺言。なお、世論調査、白組歌手部門でスマップを、氷川清に次ぐにと発表した NHK に対し、 ジャニーズ事務所は怒りを持ったと芸能ライターが語っている。スポーツ日本2004年11月25日。スポーツ日本2004年11月26日。スポーツ日本2004年11月26日。スポーツ日本2004年11月25日。ありがとうございます。